今日は第2回ギリギリ、これじゃパクリだね。ギリギリはもうガールマンのパクリだね。ということで第2回、撮影の裏側ってめっちゃおもろくない？第2回、青キックス食堂やっていきます。今日はね、第2回にもかかわらずあの、先日行われたトップレストラン50、有名レストランの総料理長が今日来ています。どうも。はい、自己紹介。皆さんお久しぶりです。第1回に出演したあの杉本店長です。今日はね、なんと料理をしていきたいと思います。杉本キッチン料理長の杉本店長くんです。それになった、これなくなった。ちょっとあのここの傷によりこれをつけさせてもらいます。ということで今日は何を料理していくんですか。今日はなんと、はい、今アスリートにとっても人気な、はい、これです。何ですかそれ。カンガルー。また前回僕もカンガルー肉やったんですけど、タイさんの動画で見た人、はい、だったら焼いてただけなんで、はい、他になんかできることはないかと僕は考えました。焼くだけだと誰でもできる。店長さん、はいはいはい、今日はあのスーシェフ連れてきてるってことなんですけど、紹介してもらってもいいですか。僕はやっぱり、はいはい、オンとオフしっかり大事にしてるんですけど、オンとオフちょっとあれバスケの切り替え的に、はい、やっぱあの田畑亮さんも言ってたんですけど、はい、競技だけでやっていけないっていうものがあって、はい、僕は最もね、うん、コートでも、うん、コート外でも信頼を置いてる後輩を連れてきました。こいつです。はい、どうもこんにちは。誰よ、誰じゃない誰美濃加茂高校出身です。あ、岐阜県、岐阜県のね、はいうん、はい、で、まあ、杉本店長のおもちゃです。そんなことないよ。おもちゃね。まず、なんとね、まず、はい、任せます。お湯を沸騰させていきます。解凍します。お湯、お湯、お湯、はい、そっ、そっ、よし。何から言って何だから、まずお湯沸騰させるだけだろ。水やん。どうやってつけるんだろう。あ、こうか。よし、時間をこう。今日はどういう感じで作っていくんですか。今日はね、でもシンプルイズベストが一番うまいんじゃない。シンプルイズベストがうまいんですけど、うん、それだったらやっぱ大さんの動画と被っちゃうんで、うん、そこはやっぱね、いろいろね、指鳴らしたいだけでしょ。隠し味が隠し味来るたびに来るたびこのカンガルー様、あの大さんの提供していただく会社、すいません、最初ハンバーグに見えませんでした。なに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 。すいません、ちょっとここカットよ。でもね、これぐらい正直だね。カメラ気にすんなよ。正直なんですよ、僕は。それ何だと思った最初。これこれカンガルーの。じゃあお願いします。これね、あどうなんですか、これ今フォローしてこれは。いや、違いますね。これいい、これ。じゃあまずね、うん、みんなが大好きソーセージをね、うん、やっていきたいと思います。ゆで、ゆで派、焼き派。焼き派ですね。焼き派、うん、じゃあいきます。じゃあソーセージは茹でることに決まりましたので。ブレブレじゃん、ブレブレじゃん。じゃあこれいきます。一気にガッていきます。一気にガッていきます。まあ、食えなかったらね、まあ、後藤がいるんで、はい、大丈夫です。こっち、こっち、あの、お前、お、熱くなかった。あぶねー、あぶねー、やばい。熱い。びっくりした。水、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 さっきね、僕のね、後輩が一生懸命解凍してくれたんで、プロタンだってこのままバッてやるしね、いつも。え、お手本はプロタンな。気まぐれクックじゃなくて。あの人は魚だから。じゃあ、焼いていきます。じゃあ、これでやったらいいですか。これでやったらワイルド。そっちの方がいいんじゃない。下味ゼロ、下味ゼロ、ゼロ、酢を楽しもう。それ俺やったんだけど、酢を楽しむ。あ、言った、やった、やっちゃ、やった、前回やったんだけど、動画で。あ、じゃあ、うん、どうする、酢を楽しもう。見たい、見たい、見たい。仕込んで、仕込んで。どうする、どうする。まずソルト、みんな大好き塩味。これパンパンってやって、ここ戻さないで。あれ、先生、待って、塩でいいかな。その君見てる。別に喋っていいんだよ、後藤も。で、調味料って、まあ、思った2倍、これお願いします。それお前大悟のやつやんけ、お前。じゃあもう塩やったんでいきます。
よし、からつけ、そうしながらね、はい、料理って大事なのは、はい、このやりながらからつけるとかやりながら、これ大事です。お母さんから学びました。なん名前は、名前はお前言わないですよ、恥ずかしい。なんで、別にいいじゃん。なに、名前はあけみです。あけみ、あけみが俺の母さんだ。なんで知ってんだよ、お前。なんでお前、コアの母さんだ。なんだこの匂いは。あ、結構時間かかるの、中がシャキシャキしてる、はい、大事なこと忘れてた。油引くのすぐ火消すじゃん。これ油引くの忘れてたわ。ちなみにさ、後藤はさ、お母さんの料理何が好きやん。お母さんの料理ですか。あんま好きじゃないっす。お前やばっ。嘘っす。お前やばいよ。お味噌汁が一番好きっす。え、大丈夫、これ包丁とかあります。包丁ありますよ。包丁は、こちらです。包丁どうやって渡しているか分かんない。こうっす。包丁はまあ危ないんで、そこで子供の遠いところに置いてください。これ本当今いろいろあるんでね。こうそこで切られるんですか。そう。もうね、これはね、やっぱ洗い物がね減る。でも、はい、プラス、はい、食器が傷つく。そうですよね。そうですよね。でもこれやっぱ傷つきますよ、ね。大丈夫。なんで？これは大切なのだから。ね、一口サイズに切っていこう。はい、ジビエって意味知ってる？わかんない。柔らかそうだね。一口でかない。大丈夫。何が？そうだ。さっきからいちいち問いかけてくる。じゃあ問いかけるよ。問いかけるでしょ、だって。スギモンズキッチンの料理長どんな料理するのかっていう、もう楽しみでしょうがないですよ。この動画をね、はい、できてる頃には、はい、インカレ得点を。違う。まあそう、まあインカレはどうなってわかんないけど、うん、まあいい形で終われたらなと。うん、それとね。うん、バスケだけじゃ料理番組にほんま来ちゃったりして。ジップマークからジップの3分間早見もこみち撮っちゃいます。あ、CS パークからもさ、やっぱさ、料理番組が来たりしてさ、やってたよね、なんか一回。これどうすればいいですか。部活ご飯か。あ、一口サイズこれ。お前さ、これどうやって一口で食べる。切れなかったっす。カメラやって、カメラやって、カメラやって、見てください。ほら、もう食べれそう。でもね、ちゃんと焼いてください。もう食べれないだろ、これは。お腹壊しちゃうで、お腹壊しちゃうで。ここで、うん、蓋を閉めていきたいと思う。蓋これじゃダメだな。どうなるんですか。蓋はない。蓋はないんで、しっかりこう、焼いていきます。蓋あれで終わり。いや、待って待って。ああ、さすがさすが、任せます。すんごい匂いする、マジで。やりたいで、できてないんだよ。ここでちょっと味見していきたいと思います。さやさん、お願いします。俺かい、お前だろ。いただきます。ちょっと臭みがある。まあ、ジビエだからね。臭すげえ。それをどうするかで、これをね、味付けで。この肉何かは概要欄に貼っとくんで。カンガルーって一択だな。今ここね、ここね、冒頭にやるやつだな。あ、何？いいよ。いいの？ここで弱火です。弱火？はい。もう下味をね、つけていきます。はい。なんと、ここにあるのは塩コショウ。あー、ちょっとあるやつ全部入れていきましょう。塩コショウ。はい。で、これで、はい、低い大事なのって、うん、これなんですよね。ガーリック、これです。こっち、はい、これを豪快に。全然豪快じゃねえじゃん。大さじ2杯ぐらい。そういう入れ方なの、それって。あ、そうだよな。終わって。美味しく、あっ、ここで、はい、手順悪いんですけど、はい、ソーセージが出来上がったそうです。はい。あ、これはもうこのまま完成ということで。完成って感じや。焦げます。苦戦してます。苦戦します。カメラやって、カメラやって、カメラやって。完成ですか。見て。はい、待って、こっちかみしよう。いいね。でもこれなんかアンチくらいと、なんか本当の料理できる人。関係が、もうアンチなんか気にするな。見てください。何言ってる今これ、はい、この大事なこのガーリック、もうニンニク、それも味見必要じゃね。じゃあ味してきます。はい、こういうの食べた時、女性にあんま合わないようにしてる。くっそ、違う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 。完成です。破滅的な匂いするよ、お前。マジで。いや、それが、さ、後藤の芋焼酎よりかも。お前、20歳超えてんだっけ。超えてる。あ、じゃあよかった、じゃあいいよ。テンさん、ハンバーグ。あ、忘れてた。これ、焼く？焼く？皮
カンガルーニンニクのソースを添えて、他に何も入ってないですだってカンガルーのソースを添えて、これがね、いっちゃうまい。はい、じゃあ、切ってよし、はい、マジ食ってて、食べてください、どうぞ。すぐ食べる式ですか。はい、でこれをちょっとニンニクちょっと添えてください。ニンニクもめっちゃもう添えて、ああ、そう、添えて食べてください。本当の感想言ってください。もうあの自分でただ焼いたやつと、そう、俺のやつね、ジョジョ園の5上。今日は怖いでも美味しいですよ。ようわからん。じゃあちょっと僕の怖いの食べてもらっちゃう。お前、皆さんいただきます。お前先輩の作った料理だろ。お前食えよ。足りねえ足りねえ足りねえ。結構マジっすか。そうそうそう。お前結構さ、あの口臭いんだよ。あ、言うな。食べて食べて、マジうまいから。いただきます。うまい。この部位うまいね。この部位うまい。この部位はどっかわかんないんで、うん、あの概要欄に貼っときます。すぐそれ言いたいな。じゃあ続いての料理、ハンバーグ。はい、こういう雑用は俺なんすよ、いつも。いいとこだけ取ってか、あの人は。え、そうか、臭いか。ちょっと、でも焼いたら絶対うまい。うまいよね。これうまいよね、絶対。はい、もう料理長。何？どうしたの？これ結構、天算次第で。天算次第だよね、これマジ天算次第。マジで、めちゃくちゃうまいから、マジで。まずくなるから。ハンバーグ焼くだけ。結局って思うじゃん。ここに調味あるし、うん、お前つけるの。え、待って、いい匂いする。いい匂いするよ、ね、これは絶対うまい。じゃ、いけ。ガチで俺、ね、やっちゃっていいっすか。じゃあねこれ洗うのめんどくさいんですけど、そのままいきます。え、それはいきましょう。油、油、油ね。え、お前大食い番組でもやるん。逆にないよ。来れるんじゃない。これで行こう。え、ツンツンさ、絶対来れた方がいいって。お前さ、お前さ、それはやばいって。ガチのプロだんや。ガチ、お前さ、中火通らんって。それじゃ米3個ろよ。食いますじゃない。誰がこねるんですか。お前だよ。野菜生活さん、ありがとうございます。いつも摂取してます。これね、試合のね、移動で毎日飲んでる筑波大の時から。それだな。何これ。何が、お前さ、は何。え、待って、大バカ。ちょっと一口取り込んで。そうそうそう、何したんだお前。大きくお前こねてる。どういうこと。だからさ、俺ら思ってるのは、こう取ってこうやる。そう全部混ぜてさ。お前何、一個のものを作ろうとしてんのお前。絶対これ、待って絶対こねるやつじゃないっしょ。こねるって。はい、完成。例えば置いて、ほらポテチって置いて、はい、固まらないんですよ。固まるって。はよやれよ。これはこれで取りますか。あ、それはそうだ。ちょっと落としてちょっとどいて。邪魔、ちょっと邪魔だから。こねろ。優しくしろ。優しくしろ。ごとこれちょっとさ、持って。当たって。早く。これ絶対大丈夫じゃないです。お前さ、本当さ。はい。レギュラーかぶせちゃんってよね。俺レギュラーだったんですか。全然。え、いつから。まず誰。今日からレギュラー。ソーセージ出来上がりました。できましたか。しゃあない。もうシンプルに言いますよ。これです。ちょっと食べてもらいましょう。いいですか、手で。お願いします。失礼します。じゃあプロダも手で食うし。マヨネーズじゃなくてケチャップさ。ケチャップさ。うわ、この音、パリッていう音。うん、うまい。うんしか言ってないじゃん。うまい。ほんと美味しいの。あ、熱い。いただきます。1ミリも今味付いてない。で、何も乗ってなかったよ。うまい。あ、食いたい。癖が強い。邪魔してた。そのまま？これうまいっす。これうまいね。これもうまいね。じゃあこれケチャップで。これね、これマジで結構一番ですけど、カンガルーの中で一番うまい。これなんか購入方法としては、こちらに概要欄貼っとくんで。二択です。探すか概要欄見るか。でそれ自動的にチャンネル登録もしちゃって。で、何択なの。結局は二択です。ハッシュタグ二択ない。言えよ。じゃあ言えよ。
って言って話してる間に、うん、このハンバーグ見てください。言っちゃあれですけど、うん、見た目は汚いですこれが後藤が悪い。じゃあこれもうなんかできないです。ちょ、一回やってみてください。店長それやるしかない。店さん店長やるしかない。店長手洗ってバカ汚いからお前の手何を言ってくれてる一番汚いみたいな言い方。違う、まずさ丸めて。じゃあお前がさ最初さ結構なんか攻めるわけじゃないけどさ、はい、お前一気にドーンってやっちゃったからさ、それは反省してるっしょ、はい、しじゃあよかった。じゃあそれ聞いて安心したなんでこうなったの。テンションがおもちゃになっちゃったの。なんで、うん、いやちょっといい顔しすぎました最初に。天に、はい、あ店長じゃ店長さんって、はい、ミーハーやんお前。杉本店長だっつって。松脇さんも好きっすお前ミーハーやんけはい、できました。おおっってことで焼いていきましょう。焼きますか、はい、じゃあ焼きますか。じゃあ手開いて。どけどけ邪魔邪魔。やばいね本当に。食っていいから。あんたらやばいね。じゃあ焼きます。あーやばいっすー何してんの。あんたらやばいねガチじゃもうガチだガチ。あー何してんの。何回だよ。大地さんち汚すの好きなんすよ。やばくない。やりましょう。冗談だと思ったら冗談です。こないこんで。うわもうやばい。こんまじやばい。洗い物、はい、おと。はい。洗い物。あ、アクセル気をつけてください。おお、優しい。ゴミ捨ててちゃんと。おつ。やって。大さん場所チェンジしよう。結構パラパラしてこれハンバーグこれ手でこねったの間違い。間違い。うちの女子の間違いです。これやらされただけだな。でもいけ。あ。しっかり焼けばいい。匂いめっちゃうまい。鼻水バリバリついてるお、汚いよ。あ、ここでちょっと悲劇がふにゃふにゃでももうこう、ほらほらやばくないこれマジでお前どう。これ、これ直せ、これ直せ、これ今これ直せ。やけどするわ。これ直せ。なんでうん、これちょマジでやばいよ。ほんでぐしゃぐしゃでよくねえもん。じゃあもうぐしゃぐしゃにしますよ。いや、任せよ。だって今日痛み始めた。後輩のミスは俺が何とかしなければあんだけ時間かけてこれだろう2秒あでも実はこれ俺らの得意料理料理やってるやついつもやってる。でもねこれ食えるか食えないか分かんないんでちょっと危ないんで、うん、ごとに食ってもらおう映してカメラここ暴れ散らかしてるけどねランタンノーバーって感じ。あ、国体とか入った。入ってましたよ。おーやるじゃん。はい、やるじゃん。やべ、入れすぎた。まいっか。あるもの入れよう。ちょっとあるやつ全部入れていきましょう。タイさん、ちょっとちょっとやらかしちゃったあとは、この特製ソースをあとぶっかけるだけっすね。怖いんだけどやめてもいい。あ、ハンバーグが出来上がったみたいですじゃあ、いただきます。まず素材をね、まあ、うまいにはうまいよね。これだけでもううまいけど、うん、こんなさっきねまだ味がそうだよね。俺が作ってきたソース、うん、お前ならわかるっしょ、はい、これちょっとつけてもらって。数々のね、テンさんのご飯を食まあ合うか合わないか人それぞれですそうだねこれマジうまくね。めちゃくちゃ美味しい。俺が料理なんですよね。食べてみ。いただきます。食べてみ。そうだ、太一さんがね作ってくれた料理ね。そうだ、味なんそうだ。どっち、お前どっち正解はどっちだった。レンさん絶対嘘、はい、ガチで言ってる。あ、薄いわこれ負けたちょっとまた新しいの出しておきましょう嘘なしね、これ嘘なし、嘘なしエバラうめぇこれに関してはこれはごめんなさい。これめっちゃこれうまい。これどこに売ってるかというと、まあスーパーで売ってます。まあわかんないのは概要欄で、あとストモくんが貼るんで俺これの概要欄貼るおろしのタレもう、俺のタレ関係なくなってるはい、どうも今日カンガルーの肉やったんですけど、まあね、前回やっぱタイさん焼くだけだったんで、やっぱそれじゃダメだと思って僕急遽 LINE して、まあ、作らせてと僕お願いしたんですけど、まあ総合点数って何点だったかちょっと聞いてみましょう。どうですか。ありがとうございますなんとしかもこれ、うん、簡単だし、まあ焼くだけだから言うたらでもそれ
一手間加えるだけでもうガラッと変わっちゃうんで、まあガラッと変わりましたね、はい、しかもこれ麻酔油大事な筋肉、はい、つきますから、はい、もう一回言われて、もう一回言われて、つきますからねウェイトやってる人とかね、はいはい、そう、はい、肉、サンガルドの肉今アスリートね人気ですから、はい、人気っていうかまあいい成分入ってるんじゃないでしょうか。重大発表としてなんと杉本キッチン料理長の杉本天翔は、ああ青キックス TV の青キックチャンネル、青キックチャンネルの、はい、まあ一応まあ準レギュとしてねこれからまあ態度態度、まあ、準レギュって言っても、うん、まあたまに来てたまに帰ったり、まあそういう軽い感じで緩いチャンネルにしていきましょうお前が決めるんかお前が方針決めるんけ。佐藤智也、智也、佐藤プロタン、プロタン、プロタン、プロタンも意識していくの、まあ、チャンネルはね、面白いです。まあ、あのバスケだけじゃなくて、また面白い。お前さ、俺話何食ってこれがマネージャーです、僕のこうやって言ってね、日本大学はね、とても楽しい大学になっておりますので、高校生の皆さん、ぜひご入学お願いします